皆さんこんにちは、しおけんママです。今日はかぼすでポン酢を作ります。火も使わず、ただ混ぜて、あとしばらく置くだけでとっても美味しいポン酢ができます。柚子やすだちなどでも同様に作っていただけます。ぜひ最後までご覧になって作ってみてください。それでは材料です。まず今日はかぼすが10個、昆布がこれ2枚、10センチぐらいのものを2枚、それからおかかですね、今日は 4g のものを2パック用意しました。これね、あの昆布とかおかかの量はこれね、あのもう少し少なくてもいいですし、まあこのぐらいは入れた方が、たくさん入れた方が特におかかなんかは美味しいので、これ大体でいいです。あと醤油とみりんです。これは今からかぼすの果汁を絞ってね、その量によってこちらは決めていきます。これね、あのどんな柑橘類でもいいです。まあおみかんとかはね、ちょっと甘いのでダメなんですが、かぼすがなければすだち、柚子なんかで作っていただいても結構です。材料は以上です。はい、まずね、かぼすをこれ半分に切って果汁を全部絞っていきます。はい、こんな感じでしっかり種はあります。ここが一番手間だと思うんですけれども、絞っていきます。はい、こんな絞り器でね、今日は絞ります。こんな感じでね、まだ これほどしか出ませんが、じゃあこれを全部やっていきます。はい、それではね、結構ね大変でしたがね、10個分のかぼすの果汁を絞りました。そしたらこういった種がまだいっぱい入ってるので、ちょっと一度ねこういったザルでこします。はい、これでね、これで量を測ります。10個ね果汁絞ったんですが、これだけです。ちょうど 150cc ありました。なのでね、多分あのかぼす1個で大さじ1ぐらいの果汁でしたね、今日は。はい、そしたらもうね、あとは簡単です。まずね、 150cc の果汁が取れたので、醤油を同量ね入れます。まずこういった、ま、今使ったボウルなんでが清潔なボウルにですね、お醤油を同量の 150cc 入れます。はい、それからかぼすの果汁も 150cc 入ります。はい、お醤油と果汁が同量の 150cc ずつ入りました。そしたらみりんの量はこれお好みなので、醤油の量の2割から5割 20% から 50% の間で作っていって大丈夫です。これあまり甘いのが苦手な方は2割くらいで、ちょっと酸っぱいのが苦手な方はこれ醤油の量の半量の 75cc ぐらい入れてもいいです。私はね、結構酸っぱいの苦手なので 75cc のみりんを入れます。はい、じゃあ 75cc みりんを測ります。はい、じゃあね、みりんを 75cc 測りました。そしたらアルコール分があるので、これ直接あのアルコール飛ばさなくて入れてもいいんですが、今日はねちょっとレンジでチンします。これでレンジ度500ワットでね1分ほどチンしてアルコールを飛ばします。じゃあレンジでチンしてきます。はい、500ワットで1分ね加熱しました。ちょっと今ボコボコいっていたんですが、そしたらこれ粗熱が取れるまで冷まして、そして混ぜていきます。はい、それではね、みりんの粗熱が取れたので一緒にね混ぜていきます。はい、みりんの量はねこれ本当に加減してください。そして昆布ですね、昆布はね軽く濡れ布巾なんかで拭いてください。表面をね、今日ちょっとキッチンペーパーをちょっと濡らしました。これね、大きい場合はこれあの切ってもいいです。
そしてですね、これ本当は大きな瓶があれば、それに全部ね、入れて寝かせた方がいいんですが、今日ね、うちにはないので、これ一度寝かせて昆布とかおかかのお味がね、こう、このポン酢の方に出たら、清潔な瓶に小分けにして移していこうと思います。なのでね、今日うちにこういったタッパーですね。こういった蓋継ぎのね、タッパーがあったので、これにね、ちょっとね、今こっちに移しちゃったんですが、移します。はい。これでそうですね、150-150とか 375cc できました。そしたら、これに、おかかですね。おかかこれ本当に好みです。今日はね、4g のをちょっとね、2袋くらい入れようと思います。そうするとね、すごく出汁が出て美味しいので、これ本当好みでいいです。多い方がもちろん美味しくなります。それから昆布ですね。10センチぐらいの昆布をこれ2枚ですね。これも入れてしまいます。それでちょっと軽くね、混ぜます。ちょっとね、この状態でお味を見てみます。うん。みりんをね、お醤油の半量入れたんですが、そんなに本当にすごく酸っぱくはなくて食べやすくはなっています。もうちょっと酸っぱいのがいい方はみりんを減らしてください。じゃあこの状態で、蓋がなければラップなんかをして、今日はね、このタッパーの蓋があるので、はい、こんな感じでね、蓋をして、それで冷蔵庫で、これそうですね、3日ほどしたら、こしたいと思います。これね、できればね、本当に明日とか明後日、1日2日でも食べられないことはないんですが、やはり1週間くらい置くとね、美味しくなります。プロの方は1ヶ月とか3ヶ月してからこれいただくそうなんですけれどもね、そこまで待てないので、とりあえず3日ほどしたらこしていただきたいと思います。じゃあ冷蔵庫に入れます。はい、それではね、冷蔵庫で3日ね、これね、置きました。じゃあちょっと見てみます。はい、こんな感じです。そしたらこれをね、一度ね、こします。もうね、だいぶ美味しい。このね、カツオと昆布のお出汁が出ていると思います。はい、そして少しこう押しますね。押して、これ全部旨味を出してしまいます。はい、これでね、こせました。そしたら、もうね、これもういただけるので、これね、1週間くらいね、置いてもいいんですが、今日はとりあえず3日でね、これね、こしました。そしたら、こういった、本当はもっと細い瓶がいいんですけれども、ちょっとなかったので、この瓶ね、もう煮沸してあります。そしたらこれにね、ちょっと小分けにします。で、こんな感じでね、これ冷蔵庫に入れて、これ開封しなければ、蓋を取らなければ、これ本当に数ヶ月持つと言われていますが、私はね、1ヶ月ぐらいしかやったことがないのでわからないので、半年とか1年ね、持つっていう方もいるんですが、まあ1ヶ月ぐらいでこのぐらいの量だったら使い切れると思うので、使ってみてください。その代わり使う時にはやはりね、清潔なもので、こうスプーンとか何かで取り分けてください。はい、全部でね、このぐらいできました。そしたらね、このね、かつお節と昆布ですね、これもったいないので、この昆布は細かく切って、これね、もうお醤油味というか、結構これついてるんですが、これちょっとね、もしあれでしたら、お砂糖を入れたりしてね、ちょっと佃煮風にしてもいいと思います。ちょっと酸味はありますが、美味しいので、これね、もったいないので、これ佃煮かなんかにしてください。じゃあね、ちょっとね、今日ね、ちょっと味見をね、してみます。はい、じゃあ少しだけね、これちょっと味見をしてみます。こんな感じです。じゃあちょっといただきます。うん、
3日でもね、十分昆布と鰹節のお出汁が出ていて、最初作った時よりも酸味もだいぶまろやかになっていて美味しいです。これできれば1週間くらいね、置いてからいただいた方がいいと思いますが、まあ3日すればだいぶ美味しく食べられます。ぜひね、これ今日はカボスで作りましたが、柚子とかすだちとか他のも柑橘類ない場合はレモンでもいいです。で作れるのでね、ぜひね、この絞るところだけで、あとは本当に調味料混ぜて置くだけで簡単なのでね、ぜひね、手作りポン酢を作ってみてください。皆さん、ご視聴ありがとうございました。柚子を使ったレシピの動画は他にもいろいろあるので、概要欄に貼っておくので、よろしければご覧になってみてください。それでは皆様、お元気で、また次の動画でお会いしましょう。証券ママでした。